集会は原爆資料館の向かいに設置された記念碑の前で開かれました。1982年の国連軍縮特別総会で被爆者として初めて演説した会の中心メンバー故山口千次さんの直筆原稿が見つかったことから、会ではその全文が朗読されました。朗読は広島と長崎で二重被爆した山口勉さんのひ孫原田慎之助さんが行いました。皆さんこんにちは。私たち被爆者は訴えます。命のある限り私は訴え続けます。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア王、ノーモア被爆者、ありがとうございました。またアメリカで核爆発を伴わない臨界前核実験が行われたことについて被爆者は強く非難しています。やっぱり腹が立ちますね。彼らは核兵器を持っていることで抑止力と思っているかもしれないけども、我々長年の国みたいに核兵器が持っていない国はやっぱり私はそれは違うと思います。やっぱり核兵器はあくまでも悪魔の兵器であって、あれが抑止力とはどうしても思えません。集会で参加者は記念碑に花束と千羽鶴を捧げ、核廃絶への思いを新たにしていました。